ララコープが進めている備蓄法ローリングストック、食品を多めに買い置きし、賞味期限の古いものから食べ、食べた分を買い足せば賞味期限を切らさず常に備蓄できます。県内のララコープ全8店舗ではローリングストックを呼びかける活動を実施し、賞味期限が半年以上先で常温で保存でき、加熱せず食べられる商品などおよそ40種を販売しています。カップラーメンとか缶詰近くになったら使って、また新しいのを入れるみたいな。備蓄はもうなんか常にね、いろんなものをしてますけど、しましょうね、今日帰ったら。何かあった時のその宅配にストックっていう形でどうでしょうかということで、ララコープでは今月6日まで火を使わずにできる料理レシピの配布など、防災意識を高めるための活動を行います。